ヌエラは、三岡自動車が販売していた、クラシックカーである。三岡が本題正式に、ベース車両の直接提供を申し入れ、車両販売契約を締結したことで誕生した。初代のベースは7代目アコード。ヘッドランプは丸型4等、リアコンビランプは、左右をつなげた、U 字型に変更され、各所にメッキ仕上げの装飾部品を配している。 リアコンビランプは専用設計で、そのノウハウはオロチにも活かされている。車体色や内装、各装備の名称などもアコードに準じたものとなっているが、ヌエラのみの専用外販色としてディープグリーンパールが設定されていた。発売以来、その存在感や希少性で一定の人気を集めたが、ベース車の生産中止に伴い販売も休止された。二代目は、 ベースモデルを3ナンバーサイズのアコードから5ナンバーサイズのトヨタカローラアクシをカローラフィールダーに変更。ボディサイズも先代のヌエラより 235mm 短く 65mm 狭くなった。なお、認定中古車制度ではワゴンモデルにおいてガルーのようなテールランプとなっている個体も生産されたことがある。ニューエラつまり新時代という英語から来ている。 ありがとうございます。